こんにちは、世界ボカンとかです。本日もですね、前回に続き、エンジョイジャパンの竹澤さんにですね、中国の、トレンドについてお話を伺いたいと思うんですが、今回ですね、中国国内のブランドが台頭してきてるっていう話についてですね、お話を伺えたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私、エンジョイジャパンの滝沢と申します。で、我々エンジョイジャパンはですね、今期13期目を迎える会社でございます。代表のものが中国のもの、クーシーというものになりまして、上海出身でございます。で、中国の上海の方にもですね、現地法人がございますので、このクーシーがですね、中国と日本をこう行ったり来たりしながらですね、日本のものを中国に、中国のものを日本に、ものであったり、プロモーションの方法であったりとか、そういったものをですね、それぞれにこう提供しているっていうような会社でございます。で、2010年設立でございましたので、割とその間、東北大震災とか尖閣諸島で、今回のコロナなんか割とこう逆風のも多いんですが、まあ、そういったのを乗り越えながら頑張ってきているような会社でございます。我々のですね、チームというのが、日本と、上海の法人とこう連携させながらですね、ビジネスをさせていただいております。で、日本企業の皆様に関しては、私のようなスタッフ、日本人のスタッフがですね、お客様の窓口をさせていただいて、クリエイティブの面ではですね、まあ、本人も非常にパワーを持っているインフルエンサーである松浦がですね、クリエイティブ面の統括をさせていただきつつ、であとはその中国で、中国の数字であったりデータっていうのは、中国人スタッフの方が拾いながらですね、プランニングをさせていただくというような形を取らせていただいております。で、中国側の、ノウハウとかが必要になりましたら、クッシーの方がですね、我々の窓口を受けながら、現地スタッフをアサインしてですね、お客様の、課題解決に向かっていく。で、ワンチームでやらせていただいているっていうような、会社でございます。あと、ちょっと簡単にですね、事例をお話しさせていただきます。こちら、ヤクルト化粧品様ですね、2020年、スタート、QEC スタートをさせて、おりまして、で、中国ではですね、ヤクルト飲料のイメージ、知名度っていうのは非常に、高くてですね、いろんな人がもう中国国内では知ってるっていうところなんですが、ただそこが化粧品を出してるみたいなのは、全くこう知られてないような状態なので、そのヤクルトっていう元々の認知度をうまく使いながらですね、化粧品にこう落とし込んでいくっていうような形をやっております。人様の場合は、何かもともとこうプランニングを立てて実行するみたいな形というよりかは、いろいろこうやってみながらですね、そこから出てくる、ユーザーさんの反応であったりですとか、コメントっていうのを拾った上で、じゃあこういうふうにやっていった方がいいんじゃないかっていうような、ちょっと逆算をするような形で、プロモーションを今展開をいただいております。で、その中で、弊社の方がこう中国語のキャッチコピーを作らせていただいて、いたりですとか、あと、在日日本に住んでる方々で、ライブコマースができて、かつすごい売れるみたいな人って、実はあんまりいなくてですね、非常にどこの企業さんも苦戦してるというお話は聞くんですが、ちょっと弊社の方で、一人ですね、すごい売れる人をこう発掘いたしまして、で、ちょっと座組を作らせていただいて、現在も定期的にライブをやらせていただいてます。非常に売れている施策でございます。で、あとは、オーソドックスに、SNS のインフルエンサーを起用したプロモーションですと、そういったところもお手伝いをさせていただいております。で、あとですね、せっかく、そろそろですね、訪日の観光客の方が戻ってくるかなというタイミングでもあるので、インバウンドの施策でも、ちょっと事例をご紹介させていただきます。こちら、資生堂薬品さんのモアリップというですね、リップクリームの、事例になるんですが、2017年にですね、こちら今画面に映っている、これ中国のキャラクターで、トンダーダーシューというキャラクターになるんですけれども、こちらのキャラクターを、起用いたしまして、3商品3個のパッケージを作って、上に、ヘッダーシールをつけて、で、おまけに IC カードシール
ってあのスイカとかにペタって貼るようなシールを、まあ、4種類作成してですね、それをあのおまけで1種類ずつ入れるみたいなことをして、でドラッグアさんに展開をしたんですが、こちらもすごい反響で売れまして、で当初2017年でお試しでっていうことだったんですが、2017年のうちに全国規模であのドラッグさんも展開していって、で今度2018年になったら今度はあのドラッグストアさんの方からですね、今年はやらないのかっていうようなお話が、まあ、上がって18年19年と続いてあの実施したような施策でございます。本来であれば2020年もやる予定ではあったんですが、まあまあコロナっていうこともあったので、見送りになってしまいましたが、非常にあの大きく当たったような企画でございます。こういったことをしてきているような会社でございます。はい、はい、では早速ですね、本日のメインのテーマであるゴーチャをですね、ご紹介させていただきます。じゃあ決して無視してはいけない中国のゴーチャオの流れっていうですね、じゃあそもそもこのゴーチャオって何なのっていうところなんですが、1990年後半から2012年頃に生まれた、いわゆるこう Z 世代と言われるような若者の間で、流行ったものや価値観を説明するときにこう頻繁に使われるようになった言葉ですね。これも昨年2021年ぐらいから言葉としては出てきておりますが、国というのは、中国のことで、茶を塩ですね、これは流、潮流の潮ですが、は流行っていう意味を指しています。で、もともとスタートがですね、ファッション業界のトレンドを指す言葉として使われてはいたんですが、最近ではファッションだけに限らずにですね、中国の文化であったりテクノロジーなんかをこう幅広いジャンルで国産を意味する、まあ、国産というのは中国産ですね、を意味する言葉として使われるようになっているという言葉でございます。なんでこのグオチャオっていうのを無視しちゃいけないですよっていうことなのかと申しますと、今まで、まあ、我々ちょっと日本人とかでもですね、安かろう悪かろうだったっていうイメージの強い中国製製品っていうのが、化粧品ですとか、あとはその IT 分野ですね、あとまあゲームとかも含めてになりますが、様々な分野でコストは抑えられつつも中国製の品質っていうのが非常にこう上がってきてるなというのがございます。でそのため、その比較的若い Z 世代という言われる人たちからすると、海外製だから買おうとか日本製だから買おうみたいな価値観っていうのが非常にこう薄れてきているなっていう印象で、じゃあどういうあの価値観になってるかっていうと、まあ、中国製も含めてどこの国のものでもいいのでコスパが良いものを買うっていう価値観にシフトしてきているっていうのが、これ大きな流れでございます。で、ちょっと例として挙げさせていただくのがこちらですね、パーフェクトダイアリーという、まあ、化粧品の事例になりますが、ここがですね、中国メーカーとして初めて2020年にアメリカの証券取引引き上に上場を果たしておりまして、お金の面でも売上の面でも非常にこう勢いのあるような会社になっていると。で、このパーフェクトダイアリーと同じく中国を代表する、コスメブランドであるファーシーズーというブランド、この、ブランドに関しては、アリババにおいての売上っていうのが海外のハイブランドコスメのエスティローダーとかランコムの売上を、まあ、上回るようなあのところまで来ているっていうのがあるので、その中国国産の、ブランドっていうのが非常にこう勢いがあるよっていういい事例かなと思います。で非常にですね、あのこの、ファーシーズの右側の、デザインとかも見ていただければ見ていただければと思うんですが、非常にあのなかなか日本 の, あの化粧品にはないようなあのデザインであったりとか、ちょっとその中国の昔の中国を連想させるようなデザインとかっていうのをあの商品に落とし込んだことによって、やっぱりそれはそれであの写真映えとかをするので、まあ、そういったところでも売れてるのかなというものになります。で、もともとそのゴアチャオという言葉がファッションからスタートしたっていうのもあるので、ちょっと、ファッションの方もご紹介をさせていただきます。スポーツブランドのリーニンっていうブランドがですね、2018年のニューヨークのファッションショーで、人気に火がついてですね、これが、ゴアチャオのきっかけを作ったというのも言われております。リーニン自体は別に2018年にできたわけではなくて、もう昔からあるブランドになるんですが、この2018
2018年にヒットをしたと。ベビー用品っていうのも見逃せなくてですね、もともと日本のベビー服ブランドっていうのもメイドインチャイナだったっていうのもあったので、またある中国のベビー服ブランドにも人気が集まるようになっていると。ただここは気をつけなければいけないのが、あくまでその肌につけるものというか着るものであって、口に入るような粉ミルクなどに関してはまだまだその信頼度というか、海外製日本製とかの方が安心だよねっていうイメージがあるので、この口に入るものに関してはまだゴーちゃんの流れっていうのは弱いかなというふうに思います。まとめさせていただくと、この流れっていうのはもう誰にも止められないと思います。なのでいかにこの流れに乗った上でマーケティングを考えていくのかっていうのが重要になるかなと思います。で今まではその競合っていうのは日本企業、韓国、欧米諸国などを考えておけばよかったんですが、越境をやる上でですね、これからはまあ中国企業も競合としてのベンチマークっていうのが絶対に必須になってくるというふうに思います。まあ、このゴーちゃんを理解しながら、そういった彼らがトレンドとなっているブランドを、なんですかね、チェックしながら日本企業としてどういうふうにポジショニングを築いていくかみたいなことを考えるといい感じですかね。そうですね、はい、なるほど。第3章も準備をさせていただいたんですが、はい、我々が普段ですね、あのお客様とお話をさせていただいていて、非常にこう気になるところがあるので、ちょっと入れさせていただいております。失敗例というのをいくつか挙げさせていただきました。中国の、広告運用会社さんに任せていた、とある企業さんなんですが、自社のファイショーのアカウントの投稿で、まあ、どこが失敗か分かりますかっていうようなものなんですが、ちょっとなかなかパッと見ただけでは難しかったりもするかもしれないんですが、実はこの色の組み合わせなんですね。赤と緑っていうのはこの下の写真にあるようにですね、一昔前の中国の服装によくあったような色の使い方で、この色合いの組み合わせって非常にダサいっていうような感覚になってしまうので、せっかく売ろうとしているのに、あダサいねっていうようなブランディングがもう全くもって無意味になってしまうっていうような、まあ、事例になります。で続きまして、これは日本の、越境 EC の運用会社さんに任せていたらしいんですが、それの事例になります。どこが、まずいか分かりますかっていう、シャーホンシュレッドブックの、インフルエンサーの投稿ですね。これに関して言うと、今の潮流っていうのが、文章少なめっていうのが一つ潮流としてございます。まあ、ここら辺はですね、流行りすたりなのでまだ日々変化はしていくんですが、こういったトレンドっていうのも敏感にキャッチをしていく必要がありますと。で、あとですね、これこれも中国の越境 EC 会社さんに任せていたとある会社さんになるんですが、インフルエンサーを、起用しましたと。ちょっと弊社の方で今開発を進めているマーケティングツールを使ってですね、この起用したインフルエンサーのバックデータっていうのを見させていただいて、その、見たバックデータのキャプチャーが今の表示されているものになるんですが、弊社のバックシステムを使うとですね、そのアカウントが抱えるフォロワーの年齢層であったりとか、フォロワーがある興味のワードっていうのが拾えるようになります。化粧品の会社さんだったので、本来であればこの右下のですね、興味があるワードで、微笑ってこうよ今4番目に来てるんですが、ここが一番上に本当は来るっているようなインフルエンサーさんを起用しないとあんまり意味ないよねっていうものになるんですが、一番上が、ファッションであったり、2番目がお出かけ美食の次にお化粧品とかっていうのになっているので、ちょっと違いますよねと。なので、こういうバックデータとかまできっちりと見てインフルエンサーの施策とかもアサインができるようなところとちゃんと組んでいかないと、本当にこうお金の無駄になってしまいますよねっていうような一つ事例になっております。なるほど。で、何が言いたいかというとですね、こういったマーケティング戦略を、まあ、中国の企業にお願いをして、それも任せっきりになっていませんかと。で、その中国企業がちゃんとマーケティングのことを分かってればいいんですけど、実はお店の運用とかは非常に得意なんだけれども、うん、マーケティングってなると結構苦手っていう会社が非常に多いなっていうのが我々の感覚値で、お願いする日本企業からすると1社
に、まあ、お願いができるので、あのマーケティングも店舗の運用も非常に楽ではあるんですが、ただやっぱり会社さんによっての得て不得てっていうのが非常にやっぱあるなっていうのは実感値としてございます。特にその店舗の運用とかはもう本当プラットフォームとのやり取りとかそういったものになるので非常に得意な会社も多いんですが、マーケティングになると非常に苦手な会社さんも多いので、本当まあ信頼をするのは大事なんですが、本当にあのマーケティングとか流行を理解しているとは限らないっていう目線は非常に重要かなというふうに思います。なのでじゃあそれをどうジャッジするかっていうのは、その運用の担当者の方が自分自身で、まあ、しっかりと中国マーケティングを理解して丸投げにせずにですね、パートナーをコントロールするっていうのが非常に大事なのかなというふうに思っております。なるほど、まあ、第1弾の、どこのプラットフォームを選ぶかっていうところもそうですし、このマーケティングの戦略を考えることと戦術的なそのどういった施策を行うのかみたいな話ってまた別の話じゃないですか。はい、はい、でなんかそのプラットフォームとのやり取りが得意なところと戦略を考えることが得意なところ、実際戦術の実行だったり PDC を回すのが得意なところってある中で、なかなかそれがね一つの会社で完結することって少なくてあったりとか、あとなんか現地の会社にお願いしたらから大丈夫でしょうっていうふうに結構思いがちな方って、そうなんですよね、英語圏でも結構あったりするんですけど、日本の企業ほどきめ細やかにいろいろ考えて取り組んでくれる会社とか説明してくれる会社ってないなっていうふうに思っていて、そういうところでなんかこう中国語とか英語とかの言語の問題じゃなくて、こちらの思いが伝わらなくて、なんかコミュニケーションができなくて、なんかマーケティングとしてうまくいってるかどうかよくわからんっていうので相談いったことも結構多かったりするので、多分おそらくそういうような課題感を持ったお客様もなんか御社に来て来られてるんじゃないかなって思いました。全く同じですね、はい、状況としては同じですね、うん、そうですよね。いやいやいや、まあそこのね、一緒に伴走していくってスタンスだったりとか、マーケティングの視点を持って、まあ、そもそも選ぶプラットフォーム間違ったら勝てるものも勝てないですしっていうところで、そうですね、上流工程から一緒に取り組めるところとやっぱり組めるといいなっていうふうに思いましたね。なるほど。今回2回にわたってお話をさせていただいたものの要点のまとめをさせていただきます。であの商品を並べれば売れるとか、インフルエンサーに紹介してもらえば売れるということが、全くもうなくなったと思って問題ないです。で、中国の越境 EC っていうのはやはりその片手間では絶対に成功しないなと。で、インバウンドで売れていたお土産だからという理由だけでもやっぱりもうこれは絶対に売れないと思います。なので、数百万の予算でかつ短期的に黒字を出すっていうことはあんまりこうリアルではないかなと。で、しっかりと予算を組みをした中で中長期的なビジョンを持って取り組まないと絶対に成功は見えてこないなと。もう腰を据えて本気でやる気ありますか、本気でやらないともう成功しませんよっていうような世界になってるかなというふうに思います。あの英語圏も同じことだと思うのであの本当に取り組むんだったら覚悟を持って取り組まなきゃいけないし、予算も投下しなきゃいけないし、人的リソースも割かなきゃいけないしっていうのは世界共通なんだなって思います。そうですね、はい、なるほど。まあ、でもなんかお話を伺っていてすごい真摯にあの取り組まれているんだなっていうのを感じたので、なんかこうあの中国の向けの案件があればぜひ相談させていただけたらなと思いました。ぜひお願いいたします、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと30秒だけ宣伝させてください、はい、あの間でちょくちょくご紹介させていただいた、弊社が今開発をしている、マーケティングツールのミーエルというものになります。でこちら今あの東京都からの開発の援助を受けまして、開発をしているんですが、中国語がわからない日本人の担当者の方でも中国 EC 周りの、マーケティング情報を検索できるサイトみたいなイメージになります。でもしこういったものにご興味ありましたら、ぜひエンジョイジャパンまでお問い合わせをいただければと思います、はい、あのエンジョイジャパンさん の, あのリンクも概要欄に入れさせていただきますので、ぜひあのリンクを踏んで、ご問い合わせだったりご参加いただければなと思います。ありがとうございます、はい、あとあの YouTube チャンネルも同時に、はい、やっておりますので、ぜひよろしくお願いします、はい、今回あのコラボっていう形でこちらのチャンネルでも私の方でお話しさせていただいてますので、はい、あの両方見ていただけたらなと思います、本日は貴重なお話いただきありがとうございました。ありがとうございました。世界母艦では海外マーケターを募集しております。マーケティングは経験しているものの、なかなか海外に挑戦できないということで伸び悩んでいるそこのあなた、お客さんと向き合ってプロジェクトを進めていきたいと思っているそこのあなた、ぜひ概要欄から弊社に応募してください。